ド派手な格好をして、顔にはいつも虎のお面。彼はもう50年近く新宿で暮らしている。え、そうそう、求めてみるものって言ったら大変ですよ。もうね、シネマとビジョンと、酒と夢とロマンと。新宿タイガー。彼には今も夢がある。